これから何しようかなって思ってたところだよ。だったら一緒にプレミアちゃんのクエストを探しに行かない？実はあの光る石に関係してそうな場所を見つけてきたんだ。本当か？石を祀る洞窟って書いて石碑の洞窟というダンジョンがあるんだって。石を祀るか、確かに関係していそうではあるな。よし、その洞窟に行ってみようか。うん、じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。おお、ちょうどいいところに。で、ごきげんよう。挨拶ですが、驚かれたということはつまりおかしいですか？いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか？ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おうってさ。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。ええ、よろしくてよ。だから、それは誰から聞いて覚えたんだ。今のはちょっとおかしかったかな。そうですか。ではやめておきましょう。さあ、それじゃあ向かおうか。何かを…うん、そうだね。って、あれ？ん？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて、名前。名前？名前がある。どうかしましたか？ううん、なんでもないよ。プレミアってしっかり表示されているな。そういえばこの前聞かれたの、プレミアというのはどういう字を書くのかって。もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことでデータにも反映されたのかもしれない。名前を受け入れてくれた？まああくまで推測だけど。そっか、そうだと嬉しいね。さっきから私を見続けていますが、まだ何かおかしなところがありますか？おかしいことなんてないよ。さあ行こう。はい。名前を受け入れるか。本当にそうだとしたら NPC としての設定が何もないプレミアだからこそ起きたことなのかもな。二人とも準備は OK か？いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんので。こっちも OK。ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早く食べたいです。いい場所を見つけたらそこでランチだね。よし、それじゃあプレミアの用事を探しに行こう。目的地まであとどれくらいだっけ？半分来たくらいかな。じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。プレミアちゃんももう少しだけ我慢。ちょっとプレミアちゃんの頭見てみて。あ、クエストマーク発生範囲にたどり着いたか。
でも目的地までまだ距離があるのに随分範囲が広くない？ん？どうしたプレミア？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。ああ、もちろん俺たちが連れて行ってあげるよ。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。うん、大丈夫か？どうかしたの？いえ、大丈夫です。クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認してみる。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護？でも妙だな。目的地が石碑の洞窟と全然違う場所だ。じゃあそっちは何も関係ない場所だったのかな。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かってみよう。うん、分かった。これが加護を受けるか。まだこの段階だとクエストがどういうものか見えてこないね。謎の光る石と加護を受けるっていうのしか情報がないもんな。こうしてお祈りするプレミアちゃんを見ていると、なぜか遠くに行ってしまうって感じがする。それだけ神々しいってことじゃないか。神々しい、そうかも。でもプレミアちゃんは何をお祈りしているんだろうね。あ、クエストをクリアみたい。よし、これでまた一歩前進だな。お疲れ様。ここでの用は済んだみたいだな。この後はどうする？そうだな、せっかくこうして外に出たわけだし、石碑の洞窟も念のため覗いてみようか。うん、そうしよっか。プレミアちゃん、まだちょっと行きたいところがあるんだけど大丈夫かな？私は構いません。じゃあ決定だね。石碑の洞窟を目指そうか。ああ、行こう。ですが。ん？その前にイベントを食べるという予定が入っています。え？うんうん、大事なことだよな。はい。そうだね、それじゃあここで食べようか。そうしましょう。
奥まで続いてるな、この洞窟。アルゴさんにもらってるマップデータを見てみるね。あれ？どうした？今いる場所、アルゴさんからもらったマップよりも外の位置を示しているんだけど。それっていつの間にか隠し通路に踏み込んでいたってことじゃないか？そうかも。前も隠し通路を進んだ先で光る石を見つけたんだよね。つまり今回もプレミアがトリガーになって隠し通路が開いたってことか。よし、じゃあ行こうか。Eh bien bonjour tout le monde, c'est KiritokNight064 qui essaie désespérément d'en placer une entre deux phases de dialogue. J'espère que vous allez bien. Allez, encore une cinématique où ça va papoter. Ah, c'est pas doublé. On dirait qu'on est bloqué tant qu'on n'aura pas battu cette chose. Eh ben c'est parti, on va la battre. Allez, donc comme je le disais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite du Let's Play de Sword Art Online Hollow Realization, qui est déjà commencé depuis presque un quart d'heure. Et je n'ai pas pu faire du coup ma petite présentation juste avant. C'est pas grave. Oh, il est presque battu, ça va être un combat rapide et je pense qu'on va repartir pour du blabla juste après. Donc je vous souhaite un bon visionnage tant que je peux encore vous le dire. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de gameplay que ça pour la suite de l'épisode, parce que bon sang, qu'est-ce que ça papote.例の石だ。やったね。やっぱりこの洞窟はプレミアちゃんのクエストに関連してたんだ。これで二つ目か。それにしてもこの石は何なんだろう。ねえ、ここの壁に文字が彫られてるよ。おお、クエストのヒントじゃないか。読んでみるね。女神より授かりし力の象徴である六つの聖石、その一つをここに祀る。何かの伝承みたいだね。彫られた文字も年季を感じる。6つの聖石、この光る石は全部で6つあるってことか。女神っていうのも気になるよね。この光る石が女神から授けられたってことは、やっぱり女神というのは。まあ一人しか思い当たらないよな。何か言いたげな表情で私を見るということは気づかれていたということですか。もしかしてクエスト NPC としての記憶が。お弁当に入っていた果実をみんなより多く食べました。え、ごめんなさい。はい、ん？プレミアが女神というのは怪しくなってきたな。Carrément。笑っているということは、つまり許してくれたということですか。許すも何も、怒ってないから大丈夫。ではなぜ笑っているのか理解ができませんが。まあ気にしないで。さて町に帰ろうか。はい、持ちました。それでは。6つの聖石と女神か。
それにしても、結局あの大きな木への祈りは何だったんだろう。今のクエストとつながりがあるようには思えなかったし、それを知るためにはプレミアのクエストを進めるしかないよな。Vous parlez d'une aura divine. Je devrais prévenir tout le monde de ce que j'ai découvert sur la quête de première. Je demanderai peut-être qu'on se retrouve tous à l'auberge. Ok, bah c'est parti. On se retrouve tous à l'auberge. Ah là là. Bon, bah l'auberge est par là. En route. Séance blabla, à tous les coups. Séance blabla. でもまだどういった話なのか見えてこないんだよな。けど新しい情報も出てきたじゃない。女神がどうのっていう伝承みたいのが。それから加護を受けるっていうのもね。加護を受けるっていうのが今回一番の謎なんだよな。突然クエストが発生するし、内容もよくわからないままだし。祈るクエストは目的地に向かう途中で起きたんですよね。であれば関係ないってことはないんじゃないかと思うんですけど。何か発生条件を満たすようなことをしたってことはないの？例えばたまたま話しかけた言葉がクエストの条件に引っかかったとかで。あの時って何を話していたかな。確かお弁当はもうちょっと進んでから食べようって話をしたところだったような。なるほど。となるとプレミアちゃんは早くお弁当を食べたいがゆえにクエストを起こしたとか。絶対違うと思う。弁当を食べたがっていたのは事実だけどな。とにかくクエスト発生のトリガーを引いた覚えがないのは確かだよ。クエスト発生条件は様々なタイプが用意されています。よくあるのは話しかけるタイプですね。他にも指定の場所に足を踏み入れるタイプですとか、時間が経ったら発生っていうのもあるよね。時は来たみたいなやつ。時間か。今回の神木に祈るクエストに関してはそれが一番しっくりくる気がする。なんせ神木から結構離れたところでクエストが発生したからさ。神木に祈る。確か前にアインクラッドの成り立ちを聞いたじゃない。ああ、アインクラッド創生の物語。大地、うん、そこでも木の話が出てなかったっけ。確か生体樹。まああっちは巫女の話だけどな。しかも二人いるし。こっちは女神だもんね。女神っつうのはやっぱあれか、プレミアちゃんのことだよな。だとは思うんだけど、まだそうだと言い切れる情報もなくてさ。いや、あのクールでツンツンした感じはきっと女神様に違いねえ。お前の女神に対するイメージってどういうのなんだ。何にしても今回のことでプレミアちゃんのクエストクリアに一歩前進したんだ。いたいけな少女のために俺たちが一肌脱いでやろうぜ。ずいぶんと気合が入っているわね。だってよ、設定がなくて自分が誰かもわからない子を放っておくなんてできねえじゃねえか。まあね、それは私も同意する。おー
待ってろよプレミアちゃん。お兄さんが必ずクエストをクリアしてやるからな。思った以上に規模の大きそうなプレミアのクエスト。でもこうしてみんなと協力して必ずクリアまで導いてみせる。Voilà. Bon, je devrais explorer davantage pour faire avancer la quête de première. Ok, bon, on va retourner dans la forêt, mais peut-être pas pour cet épisode. Il est peut-être temps que l'on se laisse ici. J'y réfléchis encore, mais est-ce que ça vaut le coup de tirer 10 minutes? Parce qu'après, on va aller encore se perdre dans les bois. Ah, on a des messages. On va les consulter ensemble, ça changera. Alors, Sinon, on en sait enfin plus sur Première, une déesse. Elle a sûrement un rôle important à jouer, mais lequel? Ouais, lequel? Filia, qu'est-ce qu'elle veut? Sans vouloir copier Klein, je veux protéger Première. Il faut qu'on l'aide. Tout à fait d'accord. Yuki, une déesse, ce n'était pas une princesse, mais je n'étais pas loin. Il est temps de protéger notre petite déesse. Ok, bon, on la protégera dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Sword Art Online. D'ici là, portez-vous bien.